ジア選手権は私3種目出場させてもらうんですけど、いつもより少し長い大会ですし、シングルスではパリポイントもかかってくる大会なので、とても大事な大会だなと思って準備してきたので、それを発揮したいなっていうふうに思っています。この選考のルールが発表された時から、今年の9月はすごい大事だなっていうふうに最初から思っていたので、5月と9月に海外の大会の選考会以外でのポイントが入るのはこの3つの大会だけなので、そこでどれだけポイントを稼げるかが最後につながってくるんじゃないかなと思いますし、アジアを制するものはもう世界を制するぐらい、アジアって本当卓球界はレベルが高いので、特に女子は、なので本当に世界選手権と同じぐらいレベルが高いんじゃないかなっていうふうに思ってます。今回はとてもポイントも入る大会で大事なんですけど、いい意味であまり意識はせずに自分のプレーを発揮して、その上でいい結果が出ればいいかなっていうふうに思うので、一試合ずつ楽しんで頑張りたいなっていうふうに思っています。そうですね、一回選手に勝ったりしたんですけど、立場的には全然水沙選手は本当に世界チャンピオン選手で、私はまだ世界ランク14位とかなので、本当に向かっていく選手がたくさんいる環境だと思うので、日本でやるよりもさらにこう自分よりランクが上の選手がいるっていうのは、本当に挑戦者の気持ちでもっとできると思うので、まだこう挑戦者の気持ちの方が大きいかなっていう、挑戦したいなっていう気持ちです。